4周年を記念して4万キロカロリー食べきるまで帰りません。はい、ということで、はい、まずはスクワット4周年おめでとうございます。ありがとうございます。これはありがとうございます。3人で始めた YouTube、 まあ、ケンゴが裏にいたけど、3人で一番最初に動画撮ってマックスじゃ10人いましたと。はい、4周年迎える頃にはなんと4人でございます。はい。おかしいよ。いろいろあってね。いろいろありましたね、4年間。ありましたね。何があったんだろうね。なんかそれだけ聞くと。そうだね、なんか悪さしたか。これからもいろいろあるだろうしね。最悪2人になる可能性もあるしね、今後。まあ、そっからついに4年間経ちましたと。はい。ということで今回は海老名サービスエリアで4万キロを食べきるまで帰れないという企画やってる。はい、人数考えるなや。相当やばい、ね、やばい、ね、おかしいだろ、なんで4人で4万。すごいよ、だってそのエスポコラボでやって以来なのよ。そうだよね、あの人数でやって、でエスポは11人だったの、あの時。エスポスクワッドで11人。そうだね、65、4、5時間かかったと思う。かかったかもね。もっちゃんとヤシがいてね、うん、11人で4時間とか5時間かかってるじゃん、うん。まあ、単純計算人数3分の1なのよ。連続で食べ続けて15時間以上かかるんじゃないかなっていう。いいやん、もうやば。いや、単純計算なのね。でもよくよく考えたら飯食うだけだよ。それがしんどいね。それがしんどいんだよ。そうなんよ。大阪ちゃんよりの方がしんどいでしょ。いやー、こっちもしんどい。嘘つけよお前。じゃあ別れるチーム。大阪ちゃんと、うん、てかそっちに2万走ってよ。僕ら2万食うから。2万走るって無理だよ。2万キロ2万走ってよ。2万って。まあ、だから本当に一応スケジュールは明日の夜まで開けてますから、うん、いや、なんなら明後日の夜まで開けてますから。待って、3泊はやばいって、みんな頑張ろう。だからもう絶対に1泊で終わるんですよ。もう明日に終わるんですよ。そう、いや、もう今日帰るつもりで。今日帰るつもりは無理。1人1万キロカロリー。無理、食ったことない。1万キロは、うん、だから今回ちょっとヤジさ、前回とか5人で2万キロ挑戦した時とかさ、ちょっと抑えてたわけやん。その焼き鳥はズルだなみたいなあったやん。ああ、俺の中でね、うん、今回はもうそれなしでいこう。そう、一旦なしで考え、うん、もうそれやってる余裕がない。そう、もう稼ぐことだけは考えよう。で、そうかそうか、やったわ前回。マジであの喧嘩出してもいこう。うん、その何、お前食ってないとかマジやめような。まあでもお前食ってないは数字で出るから。そうそう、今回は手出そう、出してないやつに。殴るってこと？まあまあまあ。手は出したけど手は出した。そう、今まで手出してこなかったよ、俺は。今回は手出して。あ、普通に。焼き鳥に手出そうじゃなくて、普通に素手で殴るとか。そう、食わないやつは手出して。普通にぶん殴っていいし。でも喧嘩はなし。どういうことなんだよ。喧嘩やん、殴る。でも喧嘩はなし。お前絶対昨日ブレーキングダウン見たんだよ。じゃあもう、ということで、早速やっていきますか。どうよ。のか、はい、ということで肉団子、肉団子、肉団子、エッカルに入る。お前のは手伝わない。じゃあということで4万キロ挑戦していきましょう。よっしゃ。はい、ということで買い出し行ってきました。いいよー、一発目。あ、じゃあ、まあ買ってきたもんだけ紹介するか。はい、まあとりあえずじゃあ俺からいっちゃいます。とりあえず俺の担当はスタバだったので、ココアのグランデのブルベを4本買ってきました。はい、こちらはホットですね。はい、じゃあ僕は焼き鳥担当だったんで焼き鳥買ってきましたと。はい、で、最もカロリーが高い皮を10本。はい、はい、で、まあ、2番目にカロリー高いぼんじりを20本。はい、で、まあ、カパに個別で頼まれてた軟骨を買い忘れました。はぁ、いや、それはもうさ、あと個別でも買ってきてます、もちろん。はい、もちろんだよ。この、肉ダブル弁当、はい、はい、これは僕もですね。はいはいはい、と僕はあとこれですね、油淋鶏串と、はい、メンチカツ。はいはい、さすが。あれ、ターンは弁当だっけ。これ弁当と、だから焼き鳥ですね。はいはいはい、はい、って感じですかね。はい、弁当を自分たちの分だけ買ってきて、俺らのないの。え、個別で買ってくんじゃないの。あ、そうなの。お前だって軟骨しか頼んでないでしょ。うん、で、それ買い忘れたんだけど。ごめんって。いや、俺じゃ一回スタバしかないやん。なんかお金取りまかったの。焼き鳥もある。あ、焼き鳥ある。そう、え、だってカズももちろんね買ってきてる。もちろん。もう、じゃあ僕買ってきてしもいいですか。ポケット、ポケット、待って、なんでポケット漁ってんの。ちゃんと、うん、で、僕が買ってきた商品こちらです。ダウン、豚ちゃんのかまぼこ。絶対軽いよ、お前。おい、お前、エスポさんの時のかまぼこ事件あったの。豚ちゃんのかまぼこ。
しばけそんなやつ言ったよね、喧嘩しないけど殴るって手出すのは OK だから笑顔で殴れば喧嘩じゃない、うん、でもこれ食べることによってカッパより上だあまあそうだね、でカロリーこれマジで後の発表しないと、叩いたら謝るよ後で高かった場合じゃあいきますよ、4万キロカロリー食べきるまで終われないサービスエリアスタート、お待ちかねよー、でもね前回焼き鳥結構俺苦しめられたイメージあったから大丈夫お前それ、お前さその絵がさなんかうちの絵俺さ、うん、普通にプライベートで肉抜き生活やっててマジリアルちゃんとこうやって肉食うのは1週間ちょいぶり10日ぶりとか、めちゃくちゃうまい、あのヤジが、あ、これやっぱ初手に焼き鳥行くの正解かもな、でもあ、ほんと、なんか前回食った時は正直もうちょっとお腹いっぱいの状態で焼き鳥食ったから正直もう気持ちよかったんだけど、うん、一発目ならうまいわね、カパもちろん、うん、ちゃんと計算したいから、うん、自分がぼんじりを何本食ったか皮を何本食ったかはちゃんと覚えてる、あ、もちろん、うん、これぼんじりだもんね、うん、これがトラブルの元になるから、そう俺の隣のやつとか危ないからかまぼこ星人かまぼこ星人はそういうとこちゃんとしてないと嘘をつくから俺やっぱり20食ったよね動画残ってんのにでもこっちもこっちでさ、うん、編集でいちいちこいつが何本食ってるかとか見んのダメだよ見ないんだよ、だからもうちゃんと測っとかないと自分 で、うん、でゴミ持っとく口のもう目の前で見せて計算する、ゴミはすぐ捨てるお前ゴミ漁るからもうカラスやんほらね、食ってるでしょ可能性全然あるマジでやりかねないやばい、はい、あ、足かも大事感触はいいんだけどとりあえずじゃあカロリー発表してってかまぼこのカロリーは107キロカロリーグーでいけもう俺の分もお願いし俺の分も俺の分もこいつマジかでも こっからだからその1食目って一番吸収されるんだ、うん、お腹にでかまぼことか健康にいいものを入れとけば、うん、そのどんどん入ってくるから、まあ、その理論は分かんないけど今お腹空いてきたじゃあとりあえずお前取り出し行ってこい本当だよ焼き鳥は食わなくていいのちょ1個いい、うん、グランデさココアさこれ、うん、カロリーめっちゃ高いわけよ、うん、ホイップ入っててスイーツ、あ、スイーツかもホイップスイーツそこで確認してるえそれは足引っ張ってるよ、それはまだ飲んでないまだ飲んでなかったホイップはスイーツでしょホイップスイーツだよね、うん、ちょホイップだけ取ってもらってもいい無理だよいいよそれはターにあげて自分でホイップ抜き買ってこいよごめんじゃあターンなんで俺2個来てんのドリンク1個にじゃあとりあえず弁当完食はよ弁当完食はい、うん、はいぼんじり5本完食はい一瞬の谷間で谷間10本いっちゃいました、うん、はい、ぼんじり完食はいぼんじり5本ね先に2人のカロリーで発表しちゃえばあ、そうだ、そうだね、うん、で、いいですかまず私から、うん、まず私はぼんじり10本食べましたと、うん、はいで、合計カロリー数が1770です、はい、やばくないやばい1770で1700いくんだ僕、ぼんじり5本と肉弁当合計して1647ですおあ、でもこれで初手でこんないけんなら余裕ですわはい、いい調子もう合わせて3500ですね早いねはい、僕もメンチカツ完食ですおい、僕が食べた合計カロリー数1417キロカロリーかまぼこ選手1400いってんのあ、でもかまぼこにしちゃったまず、うん、豚ちゃんのかまぼこが107キロカロリーそれもいなくていいよあと、ぼんじりが5本うん、で815、うん、そうかメンチカツが425で足して1400メンチも揚げたからだそうメンチなかったら1000キロカロリーだったじゃあ、食べ終わりましたはい、はい私ヤジの、現在のカロリー数はちょっと待ってごめん何まだ発表しないじゃあごめん、うん、どうしたヤジの現在のカロリー数が3390待って説明しますと鶏皮が 209×10 これで2000円だからもうね牛めしが762
で、油淋鶏串が539 合計が3391 実は、いきますなんでこんなの5000ぐらいいくってこと。あ、そうか、いや、すごいうわ、すげーマジか今、合計、4人の合計出しました、1食目ではい8225kcalですこれを同じことをあと4回やればいいの。待って、これ今日帰れるぞ。待って、あ、ちょっと見えてきたよね。マジでいけるよね。じゃあもう一周くらい車で来るのやるつやるか。え、ちょ、いいペースすぎるから、このペースでちょお腹たまる前にもう買い出し行って食っちゃう。そうだね、時間、うん、まあね、時間あるからやばい、うん、はい、じゃあ買い出し行きましょう。ちょ、第2回戦やばい、待って、こんなにいいんだ。はい、ということで買い出し行ってきましょう。あらすーあらすー、それらピピピピー、ちょっと頑張って。ということで、俺とカズでスタバに買い出し行ってきましょう。はい、で、さっきのやつのホイップなしバージョンを買ってきましたね。はい、スイーツじゃないですよ。はい、スイーツじゃないですよっていうのをアピールしました。で、なんと店員さんがもう俺らのことを覚えてくれて、うん、お帰りなさいって言ってました。2回目って意味って多分2って本当だ、本当だ、嬉しくて3回目行っちゃうよね。そう、美人なのよ。次俺が並ぼうかな。あ、違うわ、俺が並んだら分かんねえんだそうだよそうだよそうだよ、カッパと一緒に行けば。あ、そうか、分かってる。明日も出勤する。明日も出勤しますかって言って、待って、キモ、俺めっちゃここ今赤いもんめっちゃ買いだから。もしかして近くいた。いや、最悪やん、最悪でもお腹壊して先取り行ったこいつのせいで。明日も出勤しますか。しますか。聞き方も違かったから、明日も出勤しますか。違う違う違う、明日も出勤しますか。違う違う違う、お前聞いてないのあいついないやん、そういえばちょっと違う、そういえばいないやん、あいつちょっと太ってた。いや、それで言うと俺焼き鳥並んでたのよ。また焼き鳥欲しいっつってて、俺も欲しかったから、はい、今買いたかったのが鶏皮10のぼんじり20買いたかったの、はい、で、まあその店員さんに鶏皮10ぼんじり20って言ったんだけど、後ろに並んでたカップルがぼんじりをすごい食べたかったらしくて、ぼんじりなくなっちゃうかなこれちょっと聞こえんだちょっと聞こえん。俺もぼんじりを見ながら、なくなりそうだったら10にしとこうとか言いながらこうやって見てたら全然余ってなかった。俺のこと敵みたいな。ぼんじりだけは、ぼんじり20って何や。食べてみますか、はい、1週目も、はい、とりあえず俺初のスタートなんで。昨日さ、眉毛行ったんだ。あ、そう、誰も気づいてないけど、うん、昨日眉毛行ったんだ。見えてない。見る、そういうところがモテないんだよ。そもそもお前の顔なんてあんま見ねえよ。そうだよ、気持ち悪い。で、あと言ってほしいんだよ、眉毛と同時に松田もしてくる。おうおう、誰も言ってないよね。気持ち悪い、気持ち悪い。彼女みたいな感じで、ネイル気づけみたいなことでしょ。おそらく買っちゃったよね。ほら、で、松田したんだけどさ、店員さんと話してて、店員さんが彼氏みたいな、彼氏さんとこう最近なんかなかなかうまくいってるみたいな。狙ってるとかそういうわけじゃない。何を言うんや。一回聞いて。で、その彼氏料理とかもするし、家事とかもめっちゃできるらしい。で、一緒に暮らす分には最高の彼氏らしいんだよ。分かったもんね。うん。だけど愛情表現だけが全くないって言ってた。ああ。だからその子はそれがめっちゃ気になってるらしいの。で、他の店員さんもちょうど来てその話で盛り上がってて、愛情表現しないのが一番別れる理由らしい。そう、知らんけど。うん。好きって言ってほしいそういうことだよね、今。何を俺らに話してる。どういうこと。だから気をつけようぜってさ。気をつけようぜって何だから今そういうことを言ってるんだよ。こういうの気づかねえのが愛情ねえってやつでしょ。別にお前のこと誰も好きじゃねえぞ。怖いよ、お前。その家事とかって、結局その男がやんなくても女の子ができることじゃん、それって。けど愛情表現に関してはそいつがしない限りはどうにもなんないじゃん。だから愛情表現はした方がいい。ただ言ってほしいの。だから俺らに俺らにじゃなくて、ただただ注意喚起。俺らに言ってほしいか言ってほしくないか、どっちでもいい。別にそれちょっと言ってほしい。なんでどっちでもいいの。なんでゼロじゃないんだよ、お前。はなんでちょっといいの方もあんの、選択肢。気持ち悪い。待って、バカおもろい。あと普通に俺らお前のこと嫌いだよ。そうだよ、それ言ったって別に嫌いだよ。思い切った。待って、グランデ完食。僕もですよ。一杯目。本当にこのメンバーチェンジでさ、うん、1ヶ月カパに会ってなくてさ、あの1ヶ月ぶりにこう動画一緒に撮るわけじゃん、うん、やっぱね
キモさに花が咲くのよ、ほんとに。いや、ほんとそう、なんかダントツでキモい。全然違う、バレの動画から、うん、俺ね、竹内さんの髪切り行くと、うん、あ、髪これやってもらう動画、うん、編集してたんだけど、カッパがすごくて、ほんとに。何これ、なんかそれ。いや、現場でやっぱ気づいてないけど、編集しててやっぱすごいなっていうし、何個もあって、うん、喋り方も生きてるし、うん、あ、俺ね、これで、なんか髪、グレーにするかな、ちょっと。でも結局光るものやもう言ってたりとか、あー、なんか言ってたな、それ。お前それ言ってた。お前が持ってるだけだ。これ覚えてるもん。覚えてる、言ってたもん。でめっちゃおもろいのが、美容院で誰がその一番店員さんに、店員さんと話してないか、うん、誰が一番イモってんのかみたいな話をしてる時に、女の子の店員さんがいてね、うん、その子が、あ、カズくんが一番喋ってないですみたいな話をして、うわ、やっぱカズかみたいな話をしてる時に、カパがね、俺結構話してる方っすよねって言って、全員に無視されたそれ気づいてないわ。何それ。俺もさ、めっちゃおもろかった。気づいてないわ、それ。めっちゃおもろかったあれ。俺もその当日気づいてないのよ。俺もそうなの、カメラ回してて。いや、俺いなかったよねみたいな話してても、いや、カズいるよみたいに言ってて、うん、動画やじに見せてもらったら、マジでみんなガン無視。俺も、だって、俺も無視されたこと気づいてない。本当に気づいてないわ。だけど、めっちゃおもろかった、あの時。え、それ使ってる？使ってる。だから、まだ見てない方、見てください。ぜひ、その動画で、パパが無視されてるところ。じゃあ、焼き鳥10本完食でーす。じゃあって。じゃあって、ぼんじり。じゃあって、キモい。ぼんじり10完食。続きまして、あ、モンジロン、パン6個、すごい、パン、パン、クワさんは食いすぎて引いてる。ちょちょちょ、食う企画でしょ。なんかさすがに俺腹来てるんだけど、うん、みんなは、いや、もう俺腹パンよ、もう全然やばいよ。いや、全然やばいよ。全然やばいし、しかもまあ言ってないんだけど、うん、僕昨日の夜からそのすごい腹壊してて、うん、え、帰ってね。でもまあ割と頑張ってるよ今のところ。まだまあまあカロリーが物言う世界だから、まだ現状カズより食ってるから。そうだよ、かまぼこ精神下では全然。でももういいよ、あと物の5分で抜くんだから。なんかうわ、大丈夫。大丈夫よ。やば、ちょっと出てきた音した。ぶのだから、ゲボしたら今まで稼いだカロリーゼロだ。さあさあ、動画内だったらそれそうだよ。そんなのあんの？食え、食えば大丈夫けど。ゲロね。それいつも俺らのルールだから。うん、まあこれはもう飲み終わる。2杯目？ 2 杯目。あ、熱っ。あ、すいません。クロワッサン6個と、サバ完食しました。お前やばいぞマジで。で続きまして、カズノコチーズ。え、まだあんの？うまいやつね。そう、前回食べて美味しかったから今回も買ってきました。もう僕もスタバ2個目完食。おい、それも1165。1165だから足したら、今だからスタバ2本とさっきの弁当とか合わせて3977です。ヤジ超えた、やば。よっしゃ、ヤジ勝ち。早いんじゃない？結構いいペースじゃない？でもこれって今1時間半か2時間ぐらいか。うん、え、2時間で俺4000食えるようになった。いや、お前すごい成長したじゃん。だってこと4000だったらさ、仮に5人で企画やった時に2万キロ達成してる。で、今まで本気出してなかったってことじゃん。そう、俺らに言ってたやん、お前ね、そういうこと。めっちゃ恥ずいね。なんか今なんなんあいつ、そのセリフ覚えてるお前。うん、え、一回さ、じゃあ俺のカロリーだけ計算していい？じゃあ携帯借りていい？いいね、苦しんでるね。え、ちなみに言っとくけど、うん、俺さっきまで1700いってんねん。でもうこれでスタバ飲み終わるから2700いってんねん。これ10本食ってみ、お前より1000ぐらい上だぞ。いいのかそれ。かっこいいです、お兄さん。かっこいいです、かっこいいよ。なあカズ言ってる。いや、お前上に立った時ボコボコにしたかんな、もうマジで。今下だけど、うん、下のくせに言ってるのはすげえ。で、上に行くんだから、これでどうせ。てかもう行くっしょ、だってカズも、もう行くよ、だって、うん、てかもう本当は行ってんのよ、計算しないだけで行ってんのよ、こいつより。でも何シャバシャバほざいてんのか。シャバ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 作り方嫌じゃない、つくわ。うん、合計、うん、合計ってか今食った今2食目だけで4570。
回目上回ってる。一回目足して。一回目足したら。やばい。一回目足したらどうなるの？止まんねえじゃん。合計7,898。しかもさらっと言ってない。デブやもん。一回目デブだもん。じゃあちょっと説明すると。ぼんじり177が ×10 本、これね今飲み終わったからスタバ、うん、1165 でこの数の子チーズ、これ1つ81キロカロリーが7個、で500くらいで、クロワッサンこれ6個で1005キロカロリーやばっ。でちなみにまだ食えます。え、何分だ今。いやでも結構来てる、7割くらいは来てる。もう腹、もう腹いっぱいだけどまだ食える。まだ食える。おちょっと買い出し行こうか。タート1本取ってもらってください。でもさ別に1日長いんだからさ、そうだよ、取っときゃいいじゃん。それで後で食えばいいんだよ。なんかそれやだ。で後で俺も食えるかもしんないし、もしかしたら、うん、そう今ちょっともう焼き鳥じゃない気分が、うん、にゃんじゃねえんだよ。で違うものだったら食えんの？マジ食う。じゃあそれ置いてって買い出してる？一回俺はまたグランデ買ってくる。ああ、やっぱスタバのグランデ最強。じゃあ行くよ買い出し。一旦休憩。休憩、ブレックファストタイムだ。ブレックファスト朝飯。はい、ということで買い出し行ってきました。はい、2回目3回目の買い出し、3回目の買い出しですかね。でとりあえず今回買ってきたのが私がまたスタバを担当させていただきました。はい、ヤジターもいただきました。はい、じゃあ僕とターも買ってきました。はい、バナナチップス大丈夫かこれ。めっちゃ気になる。ということで今買い出しはしてきたんですけども、はい、一旦休憩を入れたい。休憩の前に合計カロリーだけ現時点の、はい、全員のね。はい、はい、いいですか。はい、全員の、全員の、カロリー数足した数ですね。現在の、はい、現在のカロリー数は16,227キロカロリー。あっと少ないんじゃない？なんかもっといってると思ってた。4万だよ。何言ってない。でもカッパと俺の焼き鳥もまだ刺されてないし。そうか。あとこれももう俺もうちょい飲みよんね。まあまあ、え、個人で見たら。じゃあまあカッパから。俺が、はい、カッパが1,770キロカロリー。おお。少ないね。で。俺が2582、ターが3977。ちょっと待って、3977。3人の聞いた感じなんで1万6000いってんのってなるじゃん。3977でヤジが7898。パワー、これで1万6000ですね今。パワー、まあ、とりあえず一旦12時間休憩してからまた再開したいと思います。はい、道中に帰ろう。はい、頑張ろう。行こう。一旦休憩です。はい、ということで休憩しました。出すぎ出すぎ、やばすぎる。2時間ちょいですね。すごいな。え、なんか寝る前の方が食えそうでした僕。え、俺も今結構ゲロ吐きそう。え、なんかそうそうそう、ずっと気持ち悪い感じが今ある。やっぱそう簡単にはいかないよな。そうだよ、甘くないよ。なんだよ、ガチしんどい。寝て起きたら減ってるかなと思ったんだけど、あ、チップス減ってますね。そんなことねえ。ちゃんと外置いてた。ちゃんと外置いてかないと持ってかないよ。でもちなみにいいですか、うん、これ僕のココアのブルベ、うん、蓋開けて外に置いといたら簡易してました。乾いただけじゃん。待って、カズ自分で飲み切ったなら自分で飲んだって方がお得だよ。でカズの分じゃないの。いや俺の分。チームの分で。違う、俺の分で。もうほんとあと少しだったから、うん、一気飲みして簡易しましたね。これはすごい。いやカズ超焼き鳥も。そうですよ、僕には皮が3本残ってました。カパもなんかあるよね。じゃあ僕はあとちょっとこれ食べ進めて、うん、これと合計発表しようかな。わー、行きましょう。はい、どうも、頑張ります。カパもなんか一気飲みしてるけど。合計ナイス。おい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 、はい、2つね。ちゃんちゃん、それなんだ。うまい。なんで一緒に同時に消えろ。一緒に倒れてきたよ。ちゃんも頑張ろう、ブルベ飲んで、うん、こうみんなで頑張ってる姿を見せよう。
あ、カズいいよ。どうする？まあ今カズがもうすぐで食い終わるから。食える？うん。俺ちょっとこれもう飛ばすわ、次のあれに。あれでしょ、スタバ2本は発表できるでしょ。スタバ2本発表できるわ、うん、カズが食い終わったら同時に。はい、おーいよー。はい、もうないよね。とりあえず今回私は、スタバ2本行きました。はい、はい、ナイス。あいつは強いよね。はい、今回が2166回。はい、強い。あー強い、全然でかい。で合わせて3936キロカロリーで、かつ今焼き鳥8本食ってるんで、はい、それ足されたらやばいね。やばいですよ。じゃあカズの今回の聞きますか。いいですか。はい、僕はこのホイップなしの方のベンティ、うん、あ、ホイップなしなんだ。ホイップなしのココア、うん、と焼き鳥皮5本、ぼんじり5本、合計10本。はい、はい、で合計カロリーが3013キロカロリー。この食事だけだよ。うん、3013やるね。で合計が、僕の合計が5595キロカロリー。おお、気合入ってる。いいね、何発。はい、出ました。え、4人の合計、はい、ありがとうございます。現在の4人の合計カロリー出ました。はい、お願いします。現在の4人のカロリー数、おい頼む、23179キロカロリー。でも半分以上はかなりいって、うん、まだ夜残し、夜ご飯残し。まあ一回とりあえず今日3万目標にしよう。まあまあまあ4万目標で中の飯食いくか。うん、夜残り。お前中で何食ってくれんだよ。1万6000あるでしょ、だって。うん、残り1万6000でしょ。うん、はいはいはい、一旦もう移動しましょう。頑張って今日帰ろう。ああ、行こう。